どうも皆さんこんにちは、ひょうひょうです。今回はですね、私がやっていたですね、このイベントの引き続きのリプレイを見ていきたいと思います。今回はですね、前回はジキさんとヒロキさん、鉱山さんの、やられたリプレイ星に、今回はオーゴさん、そして私、そしてマロンさんの、星にリプレイ、取られてしまったリプレイを見ていきたいと思います。次回は、星さんに行きたいと思います。早速見ていきましょう。まずですね、まずオーゴさんはですね、このような村ですね、まあインフェルノレベル3、そしてあとはタウンホール9、まあでもヒーローが20-20で、そしてまあ、ウィズトとかもねレベルマックスということで、まあ見ていきましょう。まず今回は1分30秒クーグンですかね、いやハイブリッドですね今回は。まあハイブリッドっていうと基本的にはなんか星さん向けな感じはしますけれども、今回は星2で抑えられていますね。まあまず援軍釣り出しがまず完璧にはできてないですよね。あ、できて、いや多分ないですよね。はい、そして援軍を釣り出していきました。まあハイブリッドといってもハイブリッドではないですね。はい、すいません、本当にハイブリッドじゃないですね。ただの援軍釣り出し用にそのバルーンをですね、ここに2体出すことによって、ここら辺の防衛施設をまず破壊してから、破壊しつつ援軍釣り出しをするってことですよね。はい、そしてここで釣り出して、ゴーレムをサイドから出していきましたね。そして中心部にはジャイアント、やはりそのターゲットをね、ジャイアント、黒ジャイレベル7のジャイアントっていうのはやはりそのインフェルノタワーのマルチインフェルノとかにも結構そのターゲットを取ってくれるので、長い間ターゲットを取ることによって、また今ヒーリングを出していますけれども、ヒーリングで、ウィザードの塔とか迫撃砲とかによって受けるウィザードとかネクロマンサーを延命させることができると。ここはもう非常にゴリ押しで、まあ、星さん狙っているリプレイではないですね。まあ星2を確実に取っていこうというリプレイでございます。まあそうですね、もうこの時点で 50% ということで、あとはウィザードと、ゴーレムでアーチャークイーンも生きてますけれども、まあ、温存という形ですね。まあ、今回はその星さんを狙っているリプレイではないので、まあその比較的、まあ、見やすいというか、まあその典型的な星2狙いのパターンでっていう感じですかね。うん、まあ非常に、でもこれ、まあ、安定してますからね。そして私のリプレイをご覧ください。私1番目の方から攻められましたね。私この配置はですね、まあ結構変えたりしますけれども。まあ、はい。まずは、ゴーレムを1体出して、ウィザード2体出してきましたね。ここで、うまいですね。ゴーレム1体で、もうここウィザード1体ですよね。なんか非常に落ち着いているリプレイかなと思います。そしてウォールブレイカー、まあ、バディに飛んでますけれども、しっかりと穴開けされております。アーチャークイーン、そしてゴーレムが、サイドのゴーレムがですね、中心部に向かってしまっていますね。向かってしまっている、向かってくれていますというか、はい。そして援軍処理ですね。私は今回はアーチャー、ネクロマスター1体、ウィズ1体、他アーチャーという感じでやっております。さあババキ、そこで援軍処理ですね。はい、ライトニングは右下に落とせという、感じで、ここでヒーローとゴーレムだけで、まあ、なんでしょうね、対空砲破壊って感じですかね。対空砲2本破壊と、さえ私の巨爆5連でですね、もうゴーレムは結構やばいですね。巨爆5連、はい、まあ、ちょっとネタ要素あるかもしれないですけども、まあ、巨爆5連、私は気に入ってる単語ですね。自分の中のマイブームの巨爆5連でございます。さあそして、そうですね、インフェルノやってますけれども、まあもうここでの時点で対空砲が2つ壊されてしまっていると、あとインフェルノタワーが1本破壊されるのかっていうところですよね。まあ、攻め手側としてはやはりここでもうインフェルノ1本破壊しておきたいですね。ゴーレムも2体、出しているので、まあ、ですけれども、まあ壁に手こずっているアーチャークイーン先生ですね。さあここで、ラバハウンドを投入していきました。この時点でもう対空砲が2本破壊されていて、インフェルノも今アーチャークイーンによって破壊されてしまったので非常に厳しいですね。マルチインフェルノが攻撃され、もう破壊されてしまったら、残りシングルインフェルノはですね、そのバルガゴには非常に弱いので、そのバルーンの数も多いですし、
このようにしてバルーンの攻撃力半端なくてインフェルノタワーなんてすぐ破壊されてしまうんですね。アーチャークイーンでタウンホールが取れました。これは非常に痛いですね。痛いというか相手が上手かったって感じですかね。さ、ここでやはりでも最初の方にシングルインフェルノだったので、シングルインフェルノは非常に何でしょう、ラバハウンドとかには、ラバハウンドには強いですよね。ラバハウンドには強いので、そのパピーがそこまで生き残ってないんですよね。はい、ラバハウンドが最初の方にすぐ死んでしまったことによって、その他のアーチャータワーであるとかウィザードの塔でパピーをすぐ殺すことができたということで、これ星さん取られたんでしたっけ。ちょっと見てみましょう。ここで対空にしていたスケルトントラップも活躍してますけれども、危なこんな危な、今ですね 99% でしたね。私も星さん取られても全然おかしくなかった。あと1秒あれば、1秒かな、ちょっとあともう5秒あったら確実に死んでましたね。はい、ということで次はマロンさんが攻められたリプレイを見ていきましょう。まあ今回も 50% ということで、まあその今回はサラチをですね、サラチっていうのかな、ね、サラチを対策ベースって感じですね。まあ星には比較的取りやすいですよね。ゴーレムとかで、ね、ゴレビズ系だったら基本的にここら辺のタウンホールの近くにあるので取りやすいかなと思いますけれども、やはりクラの城が取り、クラの城によって、その援軍次の城がそこまで簡単ではないというか、感じのベースでございます。そして見てみましょう。まずはゴーレムを一体出してきて、ウィザード、ゴーレムここで、ゴーレム編成見てもらえば分かるとおり、ゴーレムがレベル2ですね。ネクロマンサーもレベル1ですよね、これ。すごいな。まあ、星2ということで、まあ、星2ということでね、このユニットレベルでも、まあ、星には取られますけれども、まあ、このベース的には、まあ、しっかりと星2に抑えるベースですので、まあ、やはりね、マロンさんも7番ということで、そして相手も強いので、星3バシバシ取られてしまうんですよ。なので、星2対策ベースということで、星3対策ベースですね。見ていきましょう。もう本当にね、もう本当ここゴリ押しって感じですよね。もうどうしても星2が取りたいと。まあ比較的星2は取りやすいですけれども、もう攻め手側のですね、もう必死感が伝わってきますね。もう呪文の打ち方によって。はい。そしてあとのパーセント稼ぎは、アーチャーガーゴイル。で、なんか、嫌ですね、こういうの。こういうの嫌ですね。なんか嫌ですねっていうか、私もバシバシやってるんですけどね、こういう件は。このようにして、星2になるのかな。中心部はもう何もないですからね、ゴーレムぐらいしか。まあ、あとはガーゴイルやアーチャーで星2に持っていくという感じでございました。まあですね、やはりその私が、前回挙げたそのジキさんが攻められたり、あとは、3番の方、鉱山さんが攻められたリプレイみたいにですね、華麗さ、ジキさんを攻めた方は非常にもうあれですからね、華麗でしたので、やっぱりウォールブレイカーというのは穴開けウォールブレイカーが少なかったのにもかかわらず、もう自信ウォールブレイカーって多分穴を開けるプロですね、まあ、ジキさんを攻めた方はそのような華麗さはないですけれども、まあ、今回はその安定して星2を取ってきたリプレイでございました。まあ私は 99% を取られてしまったので非常にヒヤヒヤでしたけれども、安定したね星2っていうリプレイだったかなと思います。次回の動画では、ロッテさん、そしてカナタさんが攻められてしまったリプレイ、あとはまあ、そうですね、見ていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。